皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日から、ポケットモンスターバイオレット、ホゲータ縛りやっていきます。では、やっていきます。カーレット。いや、これバイオレット。とか言ってる場合ではない。ではないんですけどもね。今回は、前にね、男性でやったんで、今回は、女の子で、女性でやっていきましょう。これでいきますか。ね。名前決めてないんやけどね。アンドロメダでやってたんで、その名の通りアンドロメダでいきますか。それでいいんちゃう？ちなみに、どうはどこや？アンデじゃん。アンドロ。アンドロいいかもね。アンドロで行こう、アンドロで。なんか、男性っぽい名前ではあるけども。髪型だけ変えますね。髪型なんか好きじゃない。バズカット、ボブカット、ストレートカット、サイドバート。吹き上げロブが一番ね、個人的には好み。ボブ結構好きやからね。ここはいつものショート。いつものショート。男性っぽいね。女性でやってるん、女性でやっていくんで、これでいきましょう。確か本ログでもね、これでやった気するんで。あと、色っすよね。ブラックでいくか。その変更でいいですか？はい。これでいきますかね。では、レッツゴー。今回からね、縛り内容をちょっと変更。きつくね。いや、探索とかは別にありないけどね。ポケ戦の回数ね、前も言ってましたけど、各ポケ戦1回ずつ、感じでやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。そんなこんなで、ね、900匹ぐらいいるんかな？ポケモン産ませられるポケモン。ポケモン見てる。産ませられるポケモンがね。いや、800何匹かしかいないような気もする。伝説含めて、それ以外なんで。卵を産ませられたら、こっちで使えるんで、そういう感じにしてるんですけどね。今回はホゲータです。ほぼ解禁したら、そこからね、だいぶ、手っ取り早く、やっていこうかな、思ってますよ。一家に収める感じでやっていこう。ホームが解禁したらね、今はちょっとね、このゲーム用してたりするんで、なかなかね、厳しいところがあるんで、17分とかね、20分とかで収めてますけどね。そういうのがあるから、そっちで、そういう感じで抑えてるんですけど、そういうのがなければ、もうね、やりたい放題よ。やりたい放題よ。編集の方でね、全トレーナーではなくて、全、ジムトレーナー、あと、主と、あと、誰だっけ？あと、誰だっけ？あと、なんだっけ？れ？ジムトレーナーと主以外、思い浮かば、そうだ、思い出した。スターダストね。の3つをね。やっていこうと思ってるんで。
なければね、ゲームするゲームがなければなんてことはないんですけどね。本当に3月にも待ってますしね。やばいからね。そういう時はちょっと一日一本ペースで短編的な感じでちょっとずつやっていって、そのうちね、収まると思うんで、そういうのも。なので、その時からは、いい感じにね、一匹一動画、的な感じでやれたらいいかな。なんて思ってます。そうしないとね、立ち上がる。早く立ち上がってくれて、かまわんよ。感じなんでね。今回は、アンドロメダでやりましたけど、そのうちにね、マスカーニャで縛った、こっちの、タツっていうあのアカウントね。あれで、ちょっと電ポケとかそこら辺捕まえて、別のロムに送っておこうかなとは思ってはいるけどね。それ以外は別にいいかな。まあ400種類捕まえたらね、おしゃぼをもらえますから。おはよう、アンドロ。うん。あら、モーセで吹けるんだ。ね、ああ、来たね。あ、やっぱ母親も同じ見た目になんねんね。髪型ね。うわ、黒にしちゃったけどね、俺。黒にしちゃったけどね。なんやろ、男性とか、こう、父親がちょっと黒っぽい髪型なんかね。きっとね。あなたがアンドロさんですね。ですね。アンドロっていう名のドラゴン GK ですけどね。今回は、ホゲータですね。ホゲータ。ホゲ。ホゲは。それでやっていくんで。アンドロメダだけにアンドロでやって、かつを星にしていくぞ。感じでやっていこうと思います。星にしていく。何を？スターダストで星に返していくぜっていう感じですね。感じ的にはね。そんな感じでやっていこうと思ってます。まあ、ホゲータなんで、控えめか臆病。まあ、ストーリー進める上では臆病がいいんかななんてね、ちょっと思ったり思わなかったりしますけどね。あ、そうだ、ちょっと設定変えてきますね。あ、いや、今、まだいいか。後でちょっと設定変えますね。談笑してたんかな一人ね。お？外へ参りましょう。海洋が。え？電ボケか。なんだってなるよ。いきなり呼吸を振ったらね、はってなるよ。はってなる。実際ね。びっくりしない方がおかしいよね。あー気持ちいい。あー。手で上に上げたんかな思ったけど、ハットを調整しただけだったというオチ。ちょっとそうなったんかなと思って。近かったね。もうまた隙間で知ってと。うん。ヤオハさん、さんにゃーかわいいね。今回の主人公は、この悪者のホゲータさんです。うわぁ。この着物のクワスさん。わぶる？皆さんとても人たちっぽくて私の層は離れないんですよ。おやおや？こっちの方が気になっちゃうと。礼儀正しかったんか。
モルトキするなら持っていきなさいと。スマホロトムね、あざっす。今回もレンコンでやってるんで、野菜の方ちゃうよ。電車コントローラーです。そういうことですよ。どこ見てんのかな、ホゲータ。で今回も案の定探索あり、なんで、いろいろ取っていきがてらね、進めていこうと思ってます。で、最初ね、ホゲータ、臆病か控えめかどっちかね、出るまで、またきっと、またきっと性格の方、厳選すると思いますけど、そこはご容赦ください。そうしないとね、一匹だけなんで。やばいことになるかなと思って。ここ来まして、ここで捨てて帰ってこう。怖い。早くてオッケー。お任せレポートしない。ムービースキップする。だいぶね、見てたりするんでね。助け機能。あー、つか。コントローラーしなくていいかな。まあ別にしないね、レンコンなんで。関係ないんやけどね。で、いいっすよ。で、ここでちょっと一旦レポート書かせていただきます。まあ、まだとても書きますけど。こんにちは、はじめましてやね。いやー、最後の合ってるんちゃうかな。なんやろな、この騎士か。それ3回もやってたらそうなるわな。ちょっと飛ばしていきますね。飛ばしていきますね。脳筋、ネモさん。コギュレーター選んでいくんでね。ハゲマーって言ってそうですね。バックから記録で、二度もせんでよろしいおげげそうか。ちょい間違えた。やりすぎた。はい。オッケーにー。いい家ですね。まあ、オスでもメスでも関係ないんで。で、夢特性にはしないと思う。今回は。うん。天然ですからね。オゲーテの夢特性。なんか微妙やなと思って。バトルする上では関係ないよなと思って。普通にストーリーを進める上ではね。なので、ちょっと今回はもうこれ行こうと思う。だからその猛火を、うまーいことを使えれば、いいかな、なんて思ったりもしているところではあります。うん。オートセーブされないね。されてない。さて、性格は何でしょうか。じゃあ、微妙い。さあ、どう。来たな。2回目で来ましたね、臆病。負けん気が強いのか。そうか。まあ、いいんちゃうの。これでいきますか。もともと遅いんでね。控えめミントとかそういうの使えるんで、今回ね、いろいろと。そういうのも使いつつね、やっていこうと思う。そういうのも踏まえつつやっていこうと思う。では、これでいこう、もう。見えてるアイテムは取っていくよ。果たして、うまくね、いけるのかどうか。
5カ国言ってんで。ああ、あの上か。なるほど。おい、こっちだよー。あ、ごめーんやね。メンゴ、メンゴ。ちょっと毒消し欲しかったのよ。本当かっつうから、傷薬も取っていくよね。うん、しないっす。で、ここら辺で全部一通り取ったらやっていきましょう。戦闘。傷薬とかいるからね。いらんかね。生キロ覚えるもんな。ボケたら。モノマネハーブ持たせたら。生キロ技を持ってるね。肝を捕まえて。やってもいいかな、なんて思ってます。さあ、では、寝ません行こう。臆病来たからね。準備いいっすよ。私のことは寝ませんやろ。にゃほでお頼みしますよ。あにゃーおーでお願いしますよ。燃やしていってあげますよ。おい、そこ。星にしていってあげようか。アンドロメダのように。ほら、そこ。楽しんでほしいな。楽しんでいくよ、火の粉で。向こうの方がやっぱ早いよね。ストーリー進行する上ではやっぱ臆病の方がいいかなってさ。そうなったよね。ここにね。そうそう、予習はバッチリだね。予習してないけどね。俺の場合復習やから全部が。ああ、生キルいるかな？これは、レベル6になる。おげーよー。君やるね。やります？ 2 回目で臆病来たからな。ちょ、びっくりしたよね。控えめミントとかも来たら、もういいかなとも思ったりはするけど、どうしようかな。それは、時々で考えていこうと。ありがとう。そんな関係ないっつって。仲良し？あ、そう？って感じで。鬼門図鑑開けるようになる。まあ、今回も、出てくるやろ、一匹ぐらいは。違う。まあ、いいね。出てこん時もあると思うけどね。出てきたら、いや、それで嬉しい。ブル？ ブルってね。面白いね。ついてきてー。今回は疾走感溢れますね。マイナスボタンね。逃げた。炎袋が小さく溢れ出たエネルギーが頭の首から放出され、ゆらゆら揺れます。新アニメの方ではどうなるんやろね。こう、図鑑説明のさ、語尾、ね。ロトってまた言うんかね。もしかして、せますミスますみたいなこと言うんかね。どうなるね。不思議やけど。そういうところは。あら、アンドロ。ああ、母さん。って感じよね。行ってきますよ。学園にね。探検にね。サンドイッチって大切なもの。サンドイッチは、あ、ミライドにあげるやつやね。今回はバイオレットなんでね。そのうちね、あ、何個か作っといて、アカウントを。
で、それで、もうちょい、何個か作れたはずないね。作っといて、それで、スカーレットと合わせてね、やっていこうと思ってるんで。まあ今回はバイオレットですけどね。あと、クワッスもそんな感じやね。バイオレットやと思う。スカーレットになるのは、違うだな。違うだなって感じやね。なので、とりあえず、現在のバックライン見せておきます。こうなってます。うん。こうね。では行きましょう。これ、見せていくの大事かもな。うん。あ、これからそうしましょう。新しいとこ行くたびに、こんだけ物拾いましたっていうのはね。やりたいんで。なんか余地がいるかな。どうやろうな。出ない敵もあるというのは分かってるんやけどね。よう引くから4096分の1。ブヒブヒ？グルトンね。ジューシーに焼き上げてやろうか。そういうことを言えちゃう。ホゲータせ、ホゲータだ、ホゲータだったら。燃やしちゃえ。マジか。よし。ああ、尻尾、ない尻尾振られても、ない尻尾振られても、ボギーは下がらんよって思ったら、繋がったよ。よし。終わったね。ぐるっとも捕まえていきますね。最初なんで。捕まえていってもいいんやけどね。図鑑完成させたいな。でもやっぱ。それは思うんで。わ、すごいすごい。まさかの一発成功。下手すぎん、それは。10個ナイス。あざっす。まあ、アイテムだけ取っていきますかね。これはもうね。まあ、関係ないんで、そんな。色違いがいれば捕まえる感じでいこう。ここ。そうそう、オランダだね。うん。元気のかけらは、聞こえませんね。お、なんか音鳴ってんだ。よし、生き地薬。ボンボー。いないよね、さすがにね。あった、危ない。当たりかけました。これ不思議だね。不思議な目は、いるよね。よし。さすがに色違いはいない。そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょうよ。すぐいるなんてありえんわけやねん。ほんまにな。ネオハの時は、一度あったけど、やり始めて、おちょ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 。気づくすりナイス。レッツゴーできるってやつ。まひなし、あ、なんかここにあるね。ここにね。ないね。ここ戻ったところで前いたから。あれ、何この色、なんか違う、うんってなる。今回いなかったな。おそらく。おそらく。うん。
ないね。うん。グギャーウ。よし。じゃあこのアイテムを通りへ。VPP8 ね。そういう系で大丈夫。いるよね、やっぱね。あ、あの上なんか物あるやんけ。あ、ここね。こういう上とかにも行けたりするのかな。ああ！お尻をダアップにするんじゃないよ。あ、倒しとくか。ちょっとびっくりしたわ。レベル7ぐらいにはしとかんとな。うん、それは思ってはいる。あ、グルト入れとった。グルト預けておかれば。間違えた。ボックス。ちょっとびっくりしましたね。おーっつ。おーってびっくりする。こっちもびっくりしたわ。